とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しく出た装備使っていきたいと思います。これです。失われた魂の棒、理想エンチャですね。黄金でアーティファクトチャージ、エンチャントがクールダウンショット、バーストボーストリング、虚無となってます。弾数少ないです。弾数66発とかなり少ないんだけども、ソウルを得ることができるので、途中途中で複製の書を使うことができます。さあ、使えるのかどうか、やっていきましょう。それでは今日は季節のクエストいきますね。変更点でプレイヤーの速度 20% アッププラス、リープリーフに変わってで、雷エンチャを持ってるか。うん、雷エンチャがちょっとめんどくさいけども、まあまあ、いけるでしょ。しゃあ。オッケー。いいね。とりあえず矢をね、多めにゲットしていきたい。で、そうね、ソウル入手できるって言っても、1体につき1位なので、まあどうなんだろうね。どんな感じになるか、まあやっていかないと分かりませんけども、なんかいい感じに回ってくれれば嬉しいな。よっしゃ、あ、味方回復がついてるんだ。おお、いいね。いいよ。あ、ソウルがやっとこれだけか。なるほど。そんなめちゃくちゃ多いっていう感じではないですね。じゃあ、じゃあ、あー、ちょっと待って、雲がうっとうしい。やばいやばいやばい、ラグったら死ぬ。ラグったらもうほんとすぐ死ぬからね、注意していこう。 OK、 いいね。よし、これはなんだ、脅威か。この先にはもういなさそうかな。でもまあ、あー、ちょっと待って、やばいやっべえ、矢がねマジで少なくなってきた。よし、いや、いいのよ。やっぱりたまにマルチショットが出てたくさんのやつにね虚無配れるんで、すごい使いやすくはあるんだけども、残り29個。まあまあ、危なくなったら、そうね、サプライズギフトで出して、で、今、複製の書多分、1、2回使えるだろうから、あ、使えるね。これでちょっと増やそう。これ、矢の確保が本当にね、問題になってくるね。2回いける。あ、で、そうか。弓兵と、で、弓を、しだれにすれば、OK なんだな。これで取っていけば、いけそうです。あと1回いける。あー、1個しか出なかった。こんな感じでちょっとずつね、増殖をはかどらせていけば、まあ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 、使っていけるんじゃないっすか ?260 個。あ、あー、いいね、いいね。うん。やっぱこういう方法を使っていかないと、ちょっと本当に、無理だと思う。うん、ちょっとずつでもいいから、矢をね、増やしていきましょう。あ、これは使いやすいかもしんないな。あの、以前俺がね、ゲットした、ウィンドボウがあるんですけども、そのウィンドボウに比べると、全然使いやすい、と思います。これぐらい簡単にね、矢が、増やせていくならば、いいんじゃない?あー、ちょっと待って、リフレッシュ効いてる間に倒しておきたい。うん、よし、しゃあ、この毒ダメージではね倒さないようにしていきたいところ。 OK、 あー、この横にも絶対いるな。あいって、やべ、やぶねえ。あー切れた時に突っ込んじゃダメ、切れた時に突っ込
込むとマジで死にますんで注意していきましょう。重力ついてたね。いないかな。いないかも。あーでも宝箱はありそうなのでいいか。 OK2 つあった。いやー、ああ消えた最悪。ああいうことあるよね。でまた同じく2回ぐらいは不正の書使えそうなのでちょっと増やしてから行きます。うん、ちょうど矢があるしね。じゃあそれでは行きましょう。400本近く行ったからこれでだいぶマシになってるはず。 OK。 やっぱね矢の増殖ができてた昔が懐かしい。あの頃は本当に良かったな。よし、オッケー、いいよ。じゃあ、オッケー。こう下に行っても確か何もいないので下は行かずに行きます。うん、下行っても別に何もないからね。ソウルはまだ溜まってないか。よっしゃ、オッケー。あ、でもここで溜めてもう一回いけそうだな。うん、増殖がいけそうですね。オッケー、また出てきてくれた、ありがとう。あとはキャプテンがあと4体か。うん、神秘がね1個も出てきてないんでちょっと気になってるところなんですけども。あぶねえ、ギリギリ。この先、あ、いや洞窟の中だなこりゃ。おそらく洞窟の中にいるんじゃないの。うん、ああ多分この先に洞窟がありますね。矢は本当に重要なのでしっかりと全部取っていきます。あっちにキャプテンいるな。できればキャプテンのところでダイナモを使いたいからね。オッケー、ちゃんと調整しながらやっていく。これはなんだ、どっちだ、脅威か。となると完全にあれだね、洞窟の中に神秘持ちがいる感じでしょう。そうかそうか、長い、わかんない。ギャオ、ぶっ潰す。しゃあしゃあ、いいよ。 OK、 こっちはいないもんね、この奥にいるからね。よし、いい感じ。やっぱね矢がねしっかり使えるようになればガンガン進めるね。問題は本当にね矢なんだよ。よし、 OK、いた、しゃあ、あ、でも少ないね。え、もういない、もういないかも。よし、とりあえず取ってから先をもうちょっと見ましょう。プレイヤーダメージ 40% 減少だね。でもダイナモつけてるんでまあまあまあ影響は最小限に見とどまってる感じでしょう。あ、オッケー、だいぶ矢がここで増殖できそうです。やってから行きますね。外にあと2体いるか。矢を増殖して1128本なりました。こんだけなればもう大丈夫、もうゴールも見えてるしね。こんだけあればもう十分だよ。この弓はね本当にあれだね、矢がまだ全然無限増殖できた時代、あん時に欲しかった、あん時に使いたかったよ。君には出会いたかったなちょっとタイミングが遅かったもんね。でもまあまあまだまだいけるわ。うん、ウィンドボーよりもこっちの方が使いやすいかもしんない。
こっちの方が、よし、もうちょっと待って、調整して、ダメージが減ってるからね、調整していかないと与えれません。OK、なんだ、うん、モブダメージ 10% 増加。あ、しょぼいやつが来たな。よし、次もうどんどん使っていっていいよ。イエイイエイ、オッケー。なんだ、うん、あ、略奪者に変わるか。まあ、特に問題ないやつが来ちゃいましたね。うん、最後の方にね、この神秘が来たので、クリアにはそこまで影響はなかったんですけども、うんうん。まあまあ、こんな感じですね。うわ、ねえ最後の最後死にそうだった。はい。ということで、今日はですね、これ、失われた魂の棒使ってみましたけども、使いやすいですね。使いやすい。ちょっとね、めんどくさいんだけども、でも、ソウルが溜まってくるので、それで矢を増殖しながら行くと意外と矢の不足っていうのは防ぐことができました。やっぱりね、マルチショットで周りを攻撃できるので、かなりの敵を虚無にできて強かったっすね。はい、これやっていきますということで、またやっていきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。